野球一本でやってきたような人たちと勝負するの、これは関係ない勉強は、野球の舞台ではそういう考えなので、その考えに割と感化されて、はい、僕も、まあ、野球の時は野球、免罪符にしないような勉強があることを、ちっちゃい時の成功体験っていうのがあって、これをよりなんですか、深みを知りたいというか、よりこう高いレベルでやりたいっていうのが今につながっているので、今回ですね、やる気スイッチさんのスクール IE の提供でお届けする企画、アスリートの学習術スラッシュキャリアを生き抜く力をお届けいたします。今回ご提供いただいているやる気スイッチさんのスクール IE の説明を簡単にさせていただきます。スクール IE とは、個性を生かしやる気を引き出す、個別を超えた個性別指導を行う個別指導塾です。一人一人に成功体験を積ませ、自信を持たせることにより、生きていく上で積極的にチャレンジできる人間を育成していきます。高校でのその受験勉強みたいなところって、はい、いついぐらいから湘南高校だと、それこそいつどのタイミングで東大を目指すみたいな、湘南高校で言うと、やっぱりまあ部活に対してからです。はい、まあ同じですけど、はい、その、あの東大の時と。そこからまあ本当にあの部活に当てた可処分時間を勉強に当てるので、はい、そこがちゃんと塾に行って、はい、まあ夏休みは合宿がありましたし、はい、そういうふうにして、まあしっかり量を取るっていうのは多分メインにして、はい、どうしてもこう、なんていうんですかね、中学3年生で効率を求めると分かんないじゃないですか。何が正解なのか。だからまずはこう量を増やすっていうのが多分良かったんだろうな、今思えば。はいはい、このぐらいの年になると、まあ効率って分かってきますけど、勉強の効率、うん、まずはやっぱり量やんないと何が無駄か何がいいのか分かんないんで、はいはいはい、しっかり量をやる、まあ、具体的に言うとしっかりこう基礎的な問題を解くだったりとか、はい、教科書をしっかり理解するだったりとか、はい、そういう基礎的なところをおろそかにしないようにっていう感じで勉強してました。へえ、3年の夏からっていう、ああ、そうですね、感じですよね、はい、でもそれまでも、まあ、もちろんその定期テストとか学校の授業っていうのは中学時代から変わらないスタンスで、もう中学ここはほぼ変わらないですね、はいはい、部活やってて、もちろんその遅れはしますけど、しっかり定期テストでキャッチアップすると、そこまでにはしっかり理解を追いつかせて、カリキュラム通りにその自分の理解をあの上げていくっていう感じ。なんか遅れたりしなかったんですか、もうなんかそこの、だからそれがやっぱり一個 の、 あの指標は定期テストで、定期テストでしっかりこの自分の理解度が測られるんで、そこまでにはあの追いつかせるように、でもし解けなくてもそこで直せばいいじゃないですか、はいはい、直しをすればそこで理解は補完されるので、はい、そうすればまあカリキュラム通りには理解が進むかな、でそこ、まあ、そういうことを続けていたら高3の春に、東大でやりたいというふうに思って、うん、まあ、でも部活がある中で夏終わって受験勉強に入るっていう時でも、うん、そこからでも東大を目指せるみたいな。あ、その通りですね。だから結局その高3夏から目指すっていうよりは、はい、ちゃんと高3夏までに自分のカリキュラムがそのちゃんと消化できていて、その上でこう応用問題というか、はいはい、入試に向けてのカスタマイズができたっていう感じだと思います。はいはい、それは周りの影響というか学校のサポートとか含めて、それは大きかったですか。周りの影響はもちろんあって、はいはい、やっぱり部活やってる中でも優秀な子はいましたし、はい、そういう子がやっぱりまあライバルというか、はい、こいつで負けたくないという気持ちはあったので、はいはい、そういう環境があったのが良かったです、ね。はいはいはい、ちなみにあの他のこれ記事も見てすごい印象的だったんですけど、はい、その湘南生はその勉強ができるから野球で勝てなくてもっていう考えがすごい嫌いだったみたいな。それはやっぱ監督から言われてたんですよね。あ、監督がもともと何て言うんですかね、進学校じゃないところの公立高校、はい、で、夏の大会ベスト4という素晴らしい成績を出してるんですけど、はいはい、それはやっぱりもう野球一本でやってきたような人たちと勝負するんだ、これは関係ない勉強はっていう、はいはい、野球の舞台ではそういう考えなので、はい、その考えに割と感化されて、はいはい、僕もまあ野球の時は野球だと、はい、別にその頭がいいからって関係ないじゃないですか。だからそこは割と分けて考えるようにしています。まあその免罪符にしないようなところですね、勉強があることを、はいはいはい、っていうか周りにもそういうふうには言ったりしたんですか。まあ若かったんで僕感化されて、はい、言ってたって、はい、であれですよね、もう困難なことを挑戦するみたいな。そうですね、それも本当に高校の校長先生の、はいはいはい、当時の校長先生の、うん、まあ、あのスローガンで、はいはい、それも感化されて僕も、まあ、それが面白いなという、やっぱり困難の中にしか面白いことないなと思ってるんで、苦労して乗り越えた先に面白いことがあると思ってる、はいはい、その過程を楽しもうっていうことですね。だったらせっかくなら一番困難なのに、ちなみにその困難なのものに挑戦したら一番楽しいって初めて感じたのはいつなんですか。それやっぱり多分東海大阪見てやった、あそこなんですね、高3春ですね、はいはいはい、そこまでやっぱどうしても公立高校同士の戦いだったりとか、はいはい、でもちろん成功体験ありましたけど、うん、やっぱり一番こう自分の中で苦しかった思いの原体験はそこだと思いますね、はいはい、なるほど、はい、でもやっぱり楽しかったですね。で大学受験の話もちょっと伺いたいんですけども、はい、でももう普通に先ほど話したようなそのカリキュラム通りにやってきて基礎をどんどん潰していって、はい、そうですね、っていうような、1日何時間ぐらい勉強したんですか。
マックス多分12時間ぐらいだと思いますね。まあ、やっぱ 若かったですし、はい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 、集中力もあったんで、それぐらいできました。しっかり、寝る時間とかどれぐらいでやってたんですか？そうです、ね。東大に行く人がなんかどれぐらい勉強してるのかな？ああ、まあ本当に人によると思いますけど、はいはいはい、僕のイメージは本当に9時9時のイメージでやってました。9時9時、まあ、はい。はいはいはい。それに、あ、その休憩時間ももちろんありますけど、はいはい、だからその9時に勉強開始すればよくて、うん、9時に勉強終わればいいんで、それ以外は全部自由時間っていう感じ。あ、そこはもうルール決めみたいな。そうです、自分の中のルールとして。そしたら半分取れるじゃないですか、1日の半分。12時間勉強、12時間自由になるんで、はい、そこはもう自由に使っていいっていう感じ。だからあんまり睡眠時間は、まあ、7、8時間は寝れると思います。そうですよね。そうですよね、だって12時間あるんで。はい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 。そこの考えは確かになんかすごいな。でも意外と14時間とかしか寝ないで行くみたいな人が多いもん。もちろんテスト前だったらそれでいけるんですけど、はいはい、半年とか1年とかってなるとなかなかずっとは無理なんで、はいはい、4時間睡眠は、はいはいはい、そこはおろそかにしないようにして、部活をやっていた時に、うん、その勉強で先ほどもお話しあったと思うんですけど、うん、やっぱり時間がないみたいなところとかが一番しんどかったというか、はい、勉強続けるようになったら難しかった部分ですか、うん、そのあたりってどうですか今振り返って。そうですね、時間がなかったのもありますし、はいはい、周りと合わせられなかったっていうのももちろんあるかもしれないです、はいはい、というのはやっぱり当時僕集団授業が多くて、はいはい、授業あの塾は、うん、だからどうしても部活終わってから例えばその藤沢駅の授業に出るとかってなると、はいはい、その間に合わないんですよね。ですよね。だからそういうところで自分のスタイルに合うものがなかったっていうのはあるかもしれない。はいはいはい、なんかそれちなみになんかどうクリアできなかった部分で、結局それはだから数少なかったですけど、オンライン授業があったので、はいはいはい、オンライン授業に使わせてもらった。それはもう時間関係なくいけるので、自分のスタイルに合わせて受け入れたっていうのは良かったですね。まあ、結構だからそこの自分の今の状況だったりだとか、うん、目指すものとかをもう最初からそういうふうにカスタマイズしてみたいなところでやってくれるものがあれば、まあ当時は少なかったですね。はいはいはい、はい、それは本当にあって良かったなという感じです。なるほどなるほど、はい、それが自分には合ってたと。はいはいはい、じゃあちょっとここのあたりからちょっとスクール IE についての、はい、今のそんな部活生にすごいもうおすすめしたいような塾の構成なんですけども、はい、まあ、ちょっとスクール IE さんのちょっと良さが主に1個ずつちょっとじゃあ3つ話していただきたいと思います。まあ、今日個別の指導塾なんですけど、このお子様にまず性格診断を受けていただき、はいはい、で講師もその指導方法もその生徒お子様に合わせてのフルオーダーメイドができる、うん、まずポイントの一つで、これ驚いたんですけど、入塾するときにその性格診断を生徒が受けるみたいな、はい、200問あるらしいです。200問もあるんですか？すごいっす。200問で30分ぐらいかかるのを受けて、でそこの回答から生徒の学習習慣とか生活習慣だったり育てられ方を、まあ、理解し、で結果からその生徒に合った指導方法と先生を選定して当てるっていう風な形で、うん、はい、まさになんかその生徒お子さんに沿ったカリキュラムが組めるみたいな感じなんですけど、どうですか、なんかそういう授業ってなんかなかなかないなかなかなかったです。僕が学生の時はそんなのなかったので、はいはいはい、なかなかこうなんか想像というかどういう風になるんだろうとは思います、はいはいはい、やっぱり今おっしゃったようにその集団授業で言うと周りと進み方とか理解度とかが合わせないといけない。違って目標も違うみたいな、うん。そうですね。先生もどうしても合わせないといけないんで、はいはいはい、自分個人の理解度とは違うかもしれないです。はいはい、あとはその個別の先生だと、結構なんか性格が合わなかったりみたいなところとかも、たまにあったりあるのかもしれないですね。それは確かに。そうですね。自分なんかちょっとあったりして、学習塾行ってた時に、毎回先生がちょっと変わったりしてて、合わない先生もいるなみたいな。で変わっちゃうのも変わっちゃうのであれですもんね。そうなんですよね。またもう一回一からなんで、ま、コミュニケーションが、はいはいはい、そうですね。だからそこで言うと、なんかこのスクールIEさんのその性格診断に基づいた、はい、あのカリキュラムの作り方ってすごくて、なんか例えばこの自己主張の度合いみたいなのが性格診断で出るらしいですね。でその自己主張が小さい子、うん、まあ、自分とか自己主張したいまあスポーツやってたりなんですけど、はい、小さい生徒に対して先生がこれ分かったっていうふうに聞いてしまうと、なんかちょっと苦痛に感じる。分かってなくても分かったって言っちゃうみたいな。っていうふうに言ってしまう可能性があるの、うん、まさにそうおっしゃった通りで。で、なんかそういう傾向がある生徒さんには、そういうことを言わない生徒で、一緒になんか確認し合うような先生を当てるみたいな、なそういうこともあるんで。なので、学習のレベルだけじゃなくて、その性格に合わせた先生を当てる込むというか、ことができると。で、プラスしてすごいのが、うん、この教材って、基本あの塾って統一されてた、はい、なんかテキストを使うみたいな、そうですね。あったと思うんですけど、
もう完全に一人一人に沿ってオーダーメイドのテキストができる、もうそういう時代というのがあるようです。そこの診断みたいなのに基づいて、すごい世界に一個のテキストが出てくるみたいな、もう完全にこの生徒お子さんに寄り添ったものを作られるみたいな形ですね。はい、これが一つ目のポイントになっております。はい、では、二つ目ですね。はい、過去の単元まで遡って、学力診断テストを行いますと。で、これのは抜け漏れの単元をピックアップしますと、うんうん。で、この結果をもとに目指したいレベルに合った単元と問題の難易度を設定してテキストを作る。うん、これが先ほどの性格診断と言いました、うん。この学力診断テストでオリジナルテキストを作る要素になってくるわけです。はい、で、これを教室長と、その担当の講師の方が選定していくと、そこの情報を独自のシステムに入れることによってこういうテキストがいいっていうのが出てきて、なるほど、それがあの製本所から送られてくるみたいな、なるほど、なんか自分もオリジナルのが来るってテンション上がります、ね、すごいですね。あとはやっぱりその自分この単元わかるけどこれわかんないみたいなのってあるじゃないですか。これはまさに人それぞれですもんね。いや、そう、本当、はい、そうですよね。なんかそういうのを例えば集団の授業で感じたこととかってやっぱあります？なんかみんな微妙分かってるけど、はい、俺分かんないんだけどなと思うと聞きにくいですもんね。はいはいはい。それはあります、ね。だからまさに多分そういうところをクリアにできる。はい、だから学習すべき内容をしっかり明確にして効率よく成果を出せるというようなものがありますと。うん、はい、これは非常に、本当おっしゃる通りですね。なんか分かってるのになんか、みんなが分かってるのに自分分かってないと。そうすると分かった気になっちゃって進めるんですよ。しかもなんか中学ぐらいだと、なんて言うんですかね、それ言いにくいみたいなの。で、ごまかしも聞いちゃうんですけど、はいはいはい、いざテストアウトプットすると分かってないっていうのが露呈するって感じですね。はいはいはい、それがまあ遅いんで、できればその時その時で潰すのが一番効率的ではそうですよね。ありますよね。なんかそういう経験逆にあったりしました、ね、まさに僕は微分とか、ああ。順列とか、はい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 、並び替えみたいな。はいはいはい。時に、その曖昧な知識のままテストに臨んでしまって、はい、後で直した記憶があるんで、はいはい、できればその時その時で理解するのが本当は一番いいんで、うんうん、そういうふうなこう、なんていうか、まあ、インプットの仕方をできればよかったなと思ってます。ああ、いや、まさにそういう生徒さんにあった。いや、もちろんそういう経験は多分誰にでもあると思いますね。いや、でもなんか本当こういう形で自分も受けたかったなっていうのがすごい感じます。じゃあ、ちょっと3つ目のいきたいと思います。はい、この3つ目が、この目標達成ミーティング。うん、実施をしていまして、うん、お子様のその学習状況、学習方針、進捗状況を、まあ、講師とその先ほどもお話しした教室長の方で共有しながら目標達成の最短距離を作成できるというような、はい、目標達成の最短距離っていうのは まさにそうですね、はいはいはい、お話ししたと思うんですけども、まあ、都度その次の目標を設定する形で、まあ、2ヶ月に1回定期テストって、うん、まあ、それぐらいの頻度であったかなというふうに思うんですけども、じゃあ志望校に受かりたい、まあ、テストで90点取りたいといろいろあると思うんですけど、はい、まあ、この目標と今じゃどれぐらいの現状なのかというものを分析して、うん、じゃあ今現状これぐらいだからそこの目標に向かって今こういうことをやろう、どういうふうに授業で勉強すべきだよね、で学校の授業はどういうふうに勉強すべきだよねっていうのを講師と生徒で話し合えと。で、うん、生徒もこの目標のためにこれをやればいいっていうのが明確になる。まあ、ここが大きいと思ってて、そうかもしれない。何やればいいか分かんないみたいなのって、これスポーツでもあるじゃないですか。そうですね。なんでこれやってんだろうみたいな。これって勉強に限らないですもんね。はいはいはい、あらゆることで、そういう、こう、目標設定が大事ですよね。そうですよね。うん、なんか、野球でやってても多くなかったですか、それ。なんでこの練習やるんだろうみたいなのとか。その最終的なゴールは試合に勝つことじゃないですか。はいはい、そこから逆算してこの練習って必要っていう疑問はやっぱ持ったりしますよね。はいはいはい。それを自分たちで考えるようになれないと、やっぱ最終的には上手くならないじゃないですか。そうですよね。それは勉強も一緒ってことですよね。はいはい、うん、もうなんか理不尽な練習をして、これなんで、何のためにこれやってるんだろうみたいな。そうですね。ありますもんね。そうするとやっぱり、練習の、そうですよね。上手くならないじゃないですか。はい。やらされてるんで。はい。それがなくなるのはいいですよね。はいはい。うん、勉強の時はどうでしたか？やっぱり都度目標はその定期テストに置いてっていう感じだったんですかね。そうですね。やっぱり定期テストでいい点を取りたい。はい、はい。そのためには今必要な勉強はこれっていうのをやってましたけど、はい、なかなか中学生とか高校生でこれを完璧にやって難しいんですよ。うんうんうん、それはやっぱりこうやり方がわかんないんで。はい、はい。だからまずは助走として、伴走として、はい。こういうふうに、一緒にこう考えてくれるのってすごくいいと思いますね。これは勉強以外にも生きると思います。なるほど。まあ、野球でもいいですし、はい、今後の自分の、あの仕事であったりとか、はい、そういう時もやってることは一緒なので、はい、これが勉強になるか野球になるか仕事になるか、うん、一緒なんで。そこは全部一緒だと。そういう、その一般化できるスキルは身につくんじゃないですか。なるほど。いや、すごいめちゃくちゃいいコメントをいただけたなというふうに思ってるんですけど、そういうことスポーツでも、さっきちょっと気になったのが、やっぱり教えてもらえる機会が、ヤクルト時の話、はい、少なかったみたいな。はい、確かにそれあるあるだなと思っていて、あの、
例えばサッカーとかだとこれよくあるんですけど、うん、キーパーって専門職じゃないですか。確かに。でもキーパーコーチってめっちゃ少ないんですよ。まあ確かに。だから教えてもらってる子が超少ないみたいなのがあって、はい、で結構うちの会社でなんかそのスポーツチームにどういうサポーターが欲しいですかってサッカーチームに聞いた時にキーパーコーチ派遣して欲しいって言われることがあって、そうなんだ。だキーパーもなんかなんとなく練習してるけどこれ正しいか分かんないみたいな。へー。なんかまあスポーツにもたくさんあるわけじゃないですか、はいはい、でもこの野球をやってた中高時代もなんかそういうとこってあったんですか？なんかあんまりちゃんとしっかり教えてもらう。でもやっぱりどうしてもそれはしょうがないと思ってましたね、はい、自分は当時は。っていうのはやっぱりどうしても部活動なので、はいはい、教えてもらえるのは先生しかいない、はい、その例えばピッチングの特殊的なスキルっていうのはなかなかこう一般化も難しいですし、うんはいはい、自分で掴むものだと思ってたので、はい、それはなんか無理なんだなとか思いながらやってました、はいはいはい、逆にまあその中でこういう教えてくれる人がいればなっていうのは思って、もちろんです、もちろんです。それはやっぱり時代を経るごとに、はい、なんていうんですかね、はい、そういう、こういう知識だったりとか、コーチングの知識も共有されてきて、アマチュアに降りてきてると思うんで、はい、そういうふうにどんどんこう、まあ勉強ももちろんですけど、はい、あの、若い世代から、こう、いろんなノウハウが蓄積されて、さらにこう、いいパフォーマンスができる選手だったりとか、はい、まあ、あの、頭脳だったりとかっていうのが出てくるのが楽しみですね。はい。まあ、オンドスポーツと一緒で、多分勉強の時も自分がこれできないとか、うん、これちょっと苦手にしてるな、みたいな。の多分自分の感覚でできないじゃなくてサポートしてる人からこう言ってもらえるって確かにでもすごい大事かなと思って、まあ、やっぱ客観的な目線は確かに大事ですよね、はいはい、それはやっぱどうしてもずれるとそこで停滞しちゃうんで、うん、自分ができてると思ってやるともうやんないじゃないですか、はいはいはい、その勉強、はいはい、それは終わるかもしれないですね、まあ、そうですよ、ね、実はできてないよっていうふうにこう教えてもらえる機会が少ないかもしれない、はいはい、いないと逆にその勉強してる時になんかそういうサポートしてくれた人とかの思い出とかあったりします？まあそれはやっぱり塾だと思いますね。どうしても学校になるとその集団対一なのでその個別的なサポートなかったのでそこは塾に行って補完するっていう感じ、先生と話すとか、うん、やっぱりなんかそこの先生がどれだけ自分のこととかを理解してくれてるのかって超大事、ね、そうですよね、はい、それが確かにそれは少ない方がいいと思いますし、はい、いやでも本当目標が明確になってそのためにこれをやらなければいけないそのためにはこれが足りないみたいなのって明示してくれることは超大事です。本当はそこが本質ですよね、はいはい、それがあってから勉強の例えば具体的なドリルをやるだったというかその演習問題を解くっていうのが始まるんで、はいはい、その前段階を分かってないと何のためにこれやってるのかっていうのが分かんなくて、うん、理解が進まないっていう感じですよね、うん、それでいうと宮台さんはもう基本最初に、まあ、なんか目標をバチッと決めて逆算していくみたいな思考は、まあ、そういうのを意識してやってました、はいまあ、それはもう勉強も野球もはいはい、そこに関しては別に一般化できるので、うんうん、常に使えるなと思って結構なんか一人でやるの限界ないですか勉強とかそうですね、どうですかそこそうですねだからスポーツもそうだと思うんですけどいやこれはフェーズによると思ってます一人でやった方がいいところもあるけど、はい、それが本当に正しい道なのか分かんないから都度都度フィードバックしないと、はいはい、ずっと並走はやっぱ難しいんですいつかは一人でやらないといけないフェーズが来るじゃないですか、はいはいはい、大人になったらなるほどなのでそこはいかにこう見守りと自走、並走と並走と自走をこう使い分けるかなと思いますね。はいまあ、自走できるようになるために最初はやっぱ伴走そうです。だから最初はそこが大きい方がいいです。そっちのフェーズが。結構受験生とかでいわゆるその卓郎みたいな感じで家で一人でやる。できるのはすごいと思いますけど。いや、メンタリティすごいなっていうふうに、はい。すごいと思いますけど、その努力の方向が合ってるか分かんないのが怖いですよね。そうなんですよね。いや、本当そう思いますね。これ合ってんのかなみたいな。うん、このなんかやっぱり教えてもらった方がやつの方がいいんじゃないかなみたいなとか不安とかもすごい多い、ね、思いますよねそれは、はいはいはい、だからそれが合ってるよって確認してもらえる機会が多い方がいいんで、うん、それがあればその都度都度自分でできる学習が合ってる方その自信を持ってできるんで、はいはい、両方使い分けるのが一番いいのかな。なるほど。伴走者が必要な段階はフェーズによってフェーズによる最終的にでも自走をするためだみたいな。それはそうですよね。それが自立じゃないですか言ったら、はい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 、自分でそのちゃんとアウトプットとインプット両方できるようにするっていうのが目標なんで、うん、まずはその方法を知ろうねという段階ではすごくいい方法だと思いますね、うん、逆に言うとそれがあったから今もあるみたいなところはあるんですけど。そうですね。だからやってることは僕本当変わってないと思って、はいはいはい、それが受験なのか、うんまあ、野球なのか、うん、仕事なのか、うん、本当に変わらないと思います。なるほど。ちなみにあのこのスーラーイリーさんが一つあの自分めちゃくちゃすごいなって思った、はい、それこそ宮台さんも経験なさったっていうふうに話したと思うんですけどオンラインでできるっていうのが家とあの合宿先とかからも受けられるみたいな。確かに。パソコンがあればっていうのは。なんかこれは本当にスポーツをしてる子に勧めたいというか、うん、便利ですよね。なんか長期じゃないですか、合宿とか結構。その通りですね。だから本当に、こう、人それぞれ違うじゃないですか、はい、自分が取れる時間っていうのは、はいはい。だから自分の時間に合わせて勉強できるっていうのが、まず環境を整えるっていう意味では一番すごく大事。
はい、でしかもそれが双方向でできるっていうのはなんか僕の時はなかったので、僕の時は一方方向的にこう授業を受けるだけ、インプットだけだったので、自分も、あの、要は画面で、そうです、そうです。感じですよね。それだったらオンラインでできるよっていう話だったんですけど、はい、これが双方向でできるっていうのはやっぱりすごいですよね。そうです、インタラクティブで。例えば夜8時からオンラインのツールに入れば、そんな感じですね。そこで先生もいて、はい、ライブでできるみたいな形で。はい、それはすごいです、ね。これが合宿とか遠征先でできるってめちゃくちゃいいなって、そうですね。思って。で、どうしてもなんか、そこで、長い長期の合宿とかだと抜けちゃうこととかも、ね。確かにそうですね。ちょっと休まなきゃいけないみたいな。はい。結構あったりします、ね。その単元が学生抜けるわけですもんね。はい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 。それ言ってる意味ないというかもったいないです、ね。やっぱそういうふうに一人一人寄り添って、ね、オンラインで、相互でできるっていうのは。これは、はい。スポーツをやってる人にとっては。そうですよね。って感じですよね。本当に時間を有効活用できると思うんで、いいと思います。なるほど。あとなんか悩みとか、悩み、今考えると結構こういうので、苦労したなみたいなのあります？おそらく、はい、その、今の子って、割とオンラインであるとか、はい、その、デジタルの教材に対応してると思うんですよ。はい、それって、まあ僕の時はなかったんで、はい、これってすごいいいなと思うのは、やっぱりこう、参照しやすいんですよね。重いものを持たなくても、はいはい、これ1個タブレット持っていけば、電車の中で勉強できるみたいなのがあります。はいはいはい、だから、いかにこう隙間時間を使うかっていう時に、常にこう勉強の動画がここにあるっていうのが、すごくいいなと思う、はいはい。だから自分で書いたものを、例えば iPad で書いて iPhone で見るとか、はいはい、そのタブレットとスマホの参照っていう風にすると、こうどんどん自分の理解が繋がっていくんで、これすごくいいなと思ってます。自分の理解がちゃんとこうデータで保存されているっていうのが多分すごくいいなと思う。それがずっとこう紙媒体でやるしかないと、勉強場所って固定されちゃうんですよ。自分の部屋だけ。はいはいはい、これ全部持ち出さないといけないんで。はいはい、それが常にこう。物理的な負荷みたいなところですよね。そうです。これができるのはいいなと思います。はいはい、やっぱ年次が上がることにどんどんこう知識量って増えていくんで、必要な知識量っていうのが増えていくんで、それが結構物理的な負担になってくるんですよ。それは法律の勉強してすごく思います。法律の勉強やばそうっすね。まさに、はい、本当に参照すべき文献が多くて、はい、これを全部持ち出して、はい、いろんなところで勉強するって難しいので、はい、例えばじゃあ、パリから大学院に行くってなった時に、はい、大学院での勉強と自宅での勉強、できるだけ質を一緒にしたいじゃないですか。はい、ってなると、やっぱりどうしてもこう、物理でやるのは難しいので、うん、オンラインの教材を使いたいなという気持ちがあって、うん、これはやっぱり今のテクノロジーに自分たちが合わせていくフェーズなので、それで初めて実現するような。ことですね。あ、でも本当隙間時間の使い方みたいなのがこういうのがあるとできる。あ、まさにそうです。それが一番隙間時間。これオンラインのシステム入ってもらうと、先生が板書で説明したものもデータとして保存される。めっちゃいいですね。これ今までそれ紙で自分ノートで書き写したじゃないですか。そのフェーズがなくなるんですよね。これを常に参照しながら自分が欲しいところだけ書き込みをするとかっていうのもできるわけじゃないですか。だから本当になんかこう今まで実は無駄だったんだというか、はい、まあ、僕は無駄だと思ってないですけど、いらなかったこう、板書を書き写すっていう作業がなくなるんで、すごい効率的。その時間を話聞いたりとか、うん、自分で考えたりとかっていう時間に当てられるわけです。めっちゃ板書書いてて、それで体力持ってかれるみたいなのとか。それで、それをないと、テストまで勉強できないじゃないですか。はいはい、そういうことがなくなるんですよ。あと書いただけで満足するみたいな。それもあるかもしれないです。時代はめちゃくちゃ変わって。だからそうですね、常にテクノロジーで僕たちの理解がこう、深まっていくので、うんうん、できるだけこれを自分の中で、取り込むことが大事というか、はいはい、二人合わせて自分の理解にすればいい。でも本当に、そういうこと言うと、本当スポーツと勉強することって、うん、まあ近いじゃないですか。あの、はい、共通項を取り出せば同じだと思いますね。さっきの目標設定であったりとかっていうところは同じだと思います。はい、うん、でもなんかおろそかにする子が、まあ今でもいたりとか、逆に言うと、ね、英語やった方がいいんだよっていうようなちょっとメッセージみたいなのってありますか？だから根本的には、根本的には両方でも好きであることは大事ですね。両方とも好きだからやるっていうところもその根源的な興味がないとやっぱ続かないんで、うん、両方とも別にやらされるもんじゃない、うん、どうしても学校に言うと勉強やらせなきゃいけないし、はいはい、やらないといけないし運動部活やらないといけないしってなるんですけど、根本的にはやっぱ楽しくてやってるんで、うん、それがこの将来の自分の糧になるとは思うので、うん、はい、できるだけやっぱ根源に好きっていう感情があるといいなと思います、うん、だから好きをなんか勉強の中でどういうふうに見つけていけばいい。僕の場合はやっぱり成功体験でした。はい、ちっちゃい時の成功体験っていうのがあって、はい、これをより、なんですか、深みを知りたいというか、はい、よりこう高いレベルでやりたいっていうのが今につながっているので、うん、まあ、できるだけ早くそういう体験をしてもらうことが一番いいのかなと思いますね。ちょっと最後に何ていうか聞きたいですけど、はい、まあ、中高生に向けて、とはいえ、多分スポーツと勉強を両立する難しいと思っている人が多いんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、そこのコツと、なんかちょっと異常な質問かもしれないですけど、なぜ勉強すべきかって問われたら、スポーツを続けるにはというか、スポーツをする
人こそ勉強が必要だみたいなのがあればそこの2点伺いたい。わかりました。まずコツみたいな。そうですね。まあ、あまり一般化もできないんで、本当僕自身の話をしたいんですけど、はい、僕自身は両方が両方の気分転換というか、っていう感じでした。つまり、勉強してるときは、野球したいなと思うじゃないですか。はい、だからその野球したいって欲を貯めて野球するんです。野球ずっとしてたら疲れるじゃないですか。はい、そうすると、まあ、ちょっと気分転換で勉強しようかな。っていうのを、この相互作用というか、両方をちゃんとやっていくのが、まあ、結果的にこう、相乗効果を生むのかなと思ってましたね。はいはい、だから両方を頑張るというよりは片方ずつ片足ずつ進んでいく。ああ、そういう感じですね。あるとやっぱしんどくないというか行き詰まらないというか、ちょっと勉強で行き詰まった時に野球を頑張ればいいかなとか思ったりして、で時間が空くとまたこの単元が分かったりするんで進んでいくっていう経験があったりしたので、2つやってるとそういう効果があるなと思いますね。はい、やっぱり気分転換になるので、その自分としても楽しいんですよね。うん、ずっとやっぱ一個もずっとやってたら飽きるじゃないですか、はいはい、僕は飽きちゃうんで、だからその両方できるっていうのは自分の興味も失わずにできるのでよかったっていうところですね、うん、だからまあおすすめという感じです、まあ、あとは本当にただ勉強ができるようになるだけじゃなくて、それこそ自分で判断して考える力というか、うん、あ、なるほど、状況判断と、まあ、こう将来自分がどうなりたいんだみたいな、はい、っていうのを考える力のベースになるのって知識だなって思っていて、そうかもしれないですね、うん、だからこそそのベースの知識、自分の将来考える力を育むものの材料としてこの中高時代に勉強することって超大事なんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？まあ、中高時代の勉強っていうのはやっぱり基礎的な知識が詰まってるので、はい、どっかで使う場面が出てきますよね、うん、野球するにおいても、まあ、もちろん物理であるとか、はい、栄養学の面でももちろん使うと思うので、はい、自分が今までこう考えてきた知識、栄養バランスであるとか、うん、物理であるとかって知識をどっかでこうスポーツに生かせないかなって考えるようになるんで、うん、そういう頭のつけ方がやっぱいいと思いますね、自分の成長のためには。いや、もう本当そうですよね。例えば国語だったりで日本語を使うっていうことで、その伝え方みたいなのってスポーツでも生きてくるし、スポーツ、数学でいうと物理なんておっしゃる通りで、はい、さ、全スポーツで言えるじゃないですか。全スポーツです。ボールに対してどの角度でみたいな話になってきました。そうですね。数学の数字の話もそうだと思いますし。うん、そうですね。あとはなんかその歴史みたいなので言うと、なんかその歴史とスポーツの文化みたいなのところを学べて、より面白く感じるようになるしみたいな。そうですね。スポーツを楽しむためにっていうのは大きな要素になるっていうのはありますよね。そうですね。こういう基礎的な勉強が、はい。ありがとうございます。じゃあ最後にその文武両道を目指す、まあ、アスリートの方もいると思うんですけど、ね、はい、今それこそ詰め込みでやられて、本当に大人になってしまったみたいなアスリートもいると思いますし、これからどう勉強すれば、どういうふうに勉強とスポーツを両立すればいいか分かんないという人もいますし、まあ、どちらかというと本当に自分は両方を目指してやっていきたい、それこそ宮台さんみたいなキャリアってすごいと思っていて、なんかこういうふうになりたいんだみたいな方もいると思うので、そういった方へのアドバイスみたいな最後あれば、はい、そうですね、本当にこれも僕の体験なんですけど、はい、最初からこういうふうに両方頑張ろうというか両方極めようと思ってやったわけじゃなくて、その目の前の例えば定期テストだったり、目の前の試合に向けて一番いいパフォーマンスをしたいという気持ちの積み重ねが今につながっているので、本当に目の前の一歩一歩を続ける先にしか本当にこう大きいキャリアっていうのは積めないと思うんで、まずは目の前のことを頑張るっていうのが、まあ、一番いいと思いますね。その先にやっぱりつながってるんで、プロ野球も東大もつながってると思うんで、その先に自分が一番目指せる最も困難な道に挑戦するのがやっぱり楽しいと思うんで、ぜひそこに逃げずに挑戦してほしいなと思います。ありがとうございます。最後に今後のご自身のキャリアについて。そうですね、やっぱり僕もまだチャレンジャーと言いますか、一プレイヤーでいたいと思ってるんで、まずは、しっかり弁護士の資格を取って、また次の自分のキャリアに向けて頑張っていきたいなと思います、はい、今後の活動も期待しています。ありがとうございます。今回いろいろお話伺っていただきありがとうございました。ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。